アランフェスは、スペイン・マドリード州南部に位置するムニシピオ。タホ川に沿って広がり、ハラマ川との合流点がある。首都マドリードから南に48キロメートル。スペイン王室の宮殿と庭園が有名で、世界遺産に登録されている。また、ホワキンド・ドドリーゴの楽曲アランフェス競争曲でも、その名を知られる。アランフェスの地名は、バスク語由来という説がある。 言語学者のラファエル・ラペサは、バスク語のアランツァという説を示しているが、アランかもしれない。アラビア語のイブン・アランケジュという説やラテン語のアラ・ヨイスという説も唱えられている。7世紀の文献には、アラウスやアランスという名前で現れ、アランスエケなどと呼ばれた後に、15世紀にアランフェスに落ち着いた。1085年にアルフォンソ6世がトレドを征服した後も、 アランフェスはカスティーラ王国とイスラム諸国の間で争奪が行われた。1178年に最終的に征服され、アランフェスはサンティアゴ騎士団に与えられた。15世紀末、カトリック両王によって王室の土地とされた。1561年、フェリペ2世の命により宮殿の建築が始まった。18世紀のフェルナンド6世によって、 アランフェスが生まれたが、当時に住んでいたのは、宮廷関係者だけであった。1808年、最小マヌエルデ・ゴドイの支配に対して、アランフェス暴動が発生した。これによってゴドイが失脚、カルロス4世が退位し、フェルナンド7世が即位するが、ナポレオンの介入によって、ジョゼフ・ボナパルトが、スペイン王となった。1851年、スペインで2番目となる鉄道が、 マドリードアランフェス間に開通し、マドリードの近郊都市として産業が発展した。自治体市長は、マドリード国民党のマリア・ホセファ・マルティネス・デラ・フエンテ、で、自治体評議員は、マドリード国民党、14、マドリード社会党、8、アランフェスのための独立市民グループ、2、統一最よくイコール緑の党、1となっている。アランフェスは、アランフェス司法官に属し、 洋館つ区の中心自治体である。アランフェスの王宮は16世紀にフェリペ2世の命で建設が始められたものである。設計はエルエスコリアルと同じくフアンバウティスタデトレドとフアンデエレラによる。18世紀のフェルナンド6世の地世に完成し、カルロス3世によって拡張された。王宮からタホ川に沿って広がる庭園は森屋にわからなり、 多くの泉屋像で飾られている。王宮正面のパルテル庭園、田保川と人工の川に囲まれた島の庭園、田保川に沿って伸びる150ヘクタールの王子の庭園などからなる。かつては王室の農業試験場でもあり、スペイン王門時代に世界から集めた植物が栽培されていた。2001年、王宮と庭園を含む風景は、 アランフェスの文化的景観としてユネスコの世界遺産に登録された。自然と人工ものからなる景観が何百年も維持され発展してきたことが評価された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。駅鉄道ではマドリードのアトチャ駅から近郊路線 C-3 で45分。朝と夕方は十から二十分置き。 昼と夜は30分おきに電車がある。4月から10月まで、マドリードから観光用に19世紀の蒸気機関車、一ち列車が走っている。マドリードとカディスを結ぶ高速道路、A-4 が通っている。ありがとうございます。